大谷翔平選手がドジャースの本拠地デビュー戦で見せた活躍は、彼の才能とチームへの貢献度の高さを改めて証明しました。セントルイス・カージナルスとの試合で2番 DH として先発出場した大谷選手は、3打数に安打1四球という成績を残し、チームの7対1での大勝に大きく貢献しました。特に初回に放ったライト線への二塁打は、多くのドジャースファンからスタンディングオベーションを受けるほどの見事な一打でした。この試合での大谷選手の活躍は、彼が今シーズンドジャースでどれだけ重要な役割を果たすかを示唆しています。彼の紹介時には5万人を超えるファンからこの日一番の声援を受け、その期待の大きさがうかがえました。また試合前のセレモニーでは、今年殿堂入りを果たしたエイドリアン・ベル・トレシが始球式を務め、捕手役には殿堂入りが確実視されているカーショー投手が務めるなど、盛大なものとなりました。大谷選手のこの日の活躍は、彼が韓国から戻って以来苦しい打席が続いていた中でのものであり、彼のメンタルの強さと技術の高さを改めて証明するものでした。彼は前を行くベッツ選手より早く二塁ベースを回ってしまうほどのスピードを見せ、その後の打席でもしっかりとボール球を見極め四球を選び、チームの得点に貢献しました。大谷翔平選手の本拠地デビュー戦での活躍は、ドジャースファンだけでなく野球ファン全体に大きな興奮をもたらしました。彼の今後の活躍がドジャースのシーズンにどのような影響を与えるのか、多くの人が注目しています。大谷選手がこれからも健康を維持し、その才能を存分に発揮できることを願ってやみません。吉田正尚選手、メジャー2年目のシーズンスタートに貢献。吉田正尚選手は、敵地シアトルの T モバイルパークで行われたマリナーズとの開幕4連戦初戦に6番指名打者で先発出場し、メジャー2年目のシーズンをスタートさせました。第2打席でライト線に今シーズン初安打の2塁打を放ち、4打数1安打とチームの勝利に貢献しました。ダルビッシュ有選手、力投も勝利ならず。ダルビッシュ有選手は、本拠地開幕戦となったジャイアンツ戦に先発し、5回を78球、5安打、1四球、7三振、1失点の好投を見せました。しかし、7回に救援陣が逆転を許し、今季初勝利の権利を持ちながらも勝敗はつかず、成績は0勝0敗、防御率 1.04 となりました。松井裕樹選手、メジャー初勝利を飾る。今季パドレスに移籍した松井裕樹投手は、ジャイアンツ戦に1回3分の2を無安打無失点で抑え、デビューから3試合目で待望のメジャー初勝利を挙げました。これは日本投手として最速の記録であり、日本投手通算1065勝目となりました。鈴木誠也選手、開幕戦での奮闘。カブスの鈴木誠也選手は、昨季のワールドチャンピオンレンジャーズ戦に2番ライトで先発出場し、5打数1安打1得点をマークしました。鈴木選手は開幕戦を163試合のうちの1試合と捉え、次の試合に向けて気持ちを切り替える姿勢を見せました。2024年の MLB 開幕戦は、日本人選手たちの活躍で盛り上がりました。吉田選手の貢献、ダルビッシュ選手の力投、松井選手のメジャー初勝利、そして鈴木選手の奮闘は、今後のシーズンに向けて大きな期待を抱かせます。彼らの今後の活躍がチームの勝利にどのように貢献していくのか、ファンならずとも目が離せません。